談ショー印象隊海へ。1935年9月、ジークヴァル海戦で辛くも勝利を収めた連邦軍は、消耗の回復のため全軍の再編成を行っていた。そんなある日、僕たち E 小隊にとある命令が下る。敵の攻撃が止んだか。どうやら撤退したようだな。帝国の腰抜けめ、俺様にビビっちまったか。なんだか妙ね。何がだい、レイリー。司令部の話じゃ、ここは帝国の最重要補給経路ってことだったじゃない。ああ、この街道は海へ続いているからね。海路を使った新しい輸送ルートと推察されてる。だからこそ E 小隊にも緊急出動命令が下ったわけだし。その割にはずいぶんあっさり撤退したわ。さっきの帝国兵も、その前に交戦した部隊も。それは敵の士気の低さは僕も気になってた。ジークヴァルデの敗戦がそんだけ連中に応えてるってことなんじゃねえの。そうかもしれないわね。思い過ごしならいいんだけど。そうだな。何をグズグズしている。考える前に足を動かせ。出たぜ、こううるさいのが。なんで E 小隊に F 小隊の隊長が同行してるんだよ。前線は補給待ちで待機中だ。ならばその間に少しでも敵勢力を削ぐのが上道。問題児揃いの E 小隊に重要な任務を任せるのは不安が残ると大隊長殿に訴えたところ、作戦参謀として正式に随行を許可されたのだ。異論は許さん。さあ進め。わかったよ、注意だな。ともかくこのまま海岸線へ向かおう。目標の輸送拠点があるはずだ。そこを叩けば任務完了よね。よし、行くぞ。お、潮の匂いに波の音。どうやら海は近いらしいぜ。この辺りに敵の輸送拠点があるはずだ。十分に注意してくれ。あ、ここは。こりゃすげえ。ちょっとしたリゾート地だな。青い海、白い砂浜、本の挿絵でしか見たことがない光景だ。こんな目立つ場所に本当に輸送拠点が。帝国兵か。みんな戦闘準備を。任せろ、叩き潰してやるよ。これより敵輸送拠点の襲撃を行う。わかった。行くぞ。いい位置だ。ミネルバ隊長の名に恥じぬよう、務めよう。
行くぞ。油断するなよ。展開する敵部隊を叩く。E小隊出撃するぞ。敵の士気は低い。一気に畳みかけよう。さあ行け。帝国兵どもを蹴散らすんだ。勝利のために、連邦の士官としてやられるわけにはいかん。洋服かしら。敵の作戦を知る手がかりになるかもしれないな。よし、回収しよう。どうだ。なるほど、いい船だ。そこは射程内だ。撃つぞ撃つぞ。見つけたぞ。撃つぞ撃て。前進あるのみ。連邦の士官としてやられるわけにはいかん。頭が。足を止めるな、駆け抜けろ。そこか、見つけたぞ。攻撃が来るぞ。見つけたぞ。もらった。敵が装備品を落としたようだ。バンダナか何かかしら。使えるものかもしれないわ。拾っておきましょう。なんだか嫌な予感がするんだが。なるほど、できるな。では始めよう。どうかな。この作戦の勝率は 何かか。戦場には似つかわしくない華やかな色柄だが。とりあえず回収しておこう。ラズ行け。これは間違いなくお宝の匂い。おっしゃ、任せとけ。いいぞ、その調子だ。みんな頼むぞ。後ろは任せるぞ。後ろは任せるぞ。後ろは任せな。落ち着け、牽制だ。ああ、撃ってきました。そこは射程内だ。こいつ競争で。行動を開始する。耐えてみせる。見つかっている、気をつけろ。敵発見。隙があると落ち着くな。そこは射程内だ。発見した、発見した。敵だ。そこ敵撃破。了解。撃ち方始め。発見した。え？間抜けなやつだ。装備品を落としやがった。
衣類なら今後の進軍ルートを探る手がかりになるかもしれない。よし、回収しよう。敵撃破。なるほど、できるな。前進する。果たすぜ。手を貸してやる。なるほど、いいよ。っしゃ、取ったぜ。チャラいもんだぜ。それにしても間抜けな連中だ。装備を落としていくとは。連邦軍では見慣れない装備品だな。帝国軍の新情報がつかめるかもしれない。じっくり確認してみよう。これは水着だな。男物の。ラズ、着てみたらどうだ。ギー、勘弁しろよ。このクソ真面目なデザインの水着を見ると地獄だったレンジャー訓練を思い出すぜ。だったらクロードね。ほら着て着て。え、なんで僕が水着に。決まってるでしょ、ここがビーチだからよ。これでいいのか。何よ、クロードのくせに意外と鍛えてるのね。はあ、なかなか似合っているな。くそ、俺様の方がもっと。お前がクロードよりいい体だとはとても思えんがな。そうね、クロード思ったよりいいわね。上等じゃねえか。他の水着をよこせ。俺の肉体美を見せてやる。あのそろそろいいかな。おい、クロード、この色、この柄、この形はまさしく、これはビキニ。なーに、赤くなってやがんだよ、このムッツリスケベが。スケベはお前だ、ラズ。鼻の下を地面につくほど伸ばして。あー、伸びもするね。ビキニは男の夢だからな。どうだかい、お前着てみ。断る。私も同じく願い下げだ。このように浮ついたデザインのもの身にまとうなど軍人にあるまじき行為だからな。ふーん、なら正規の軍人じゃない私がもらっちゃおうかな。レイリー、まさか着る気か。あら、いけない。だけどこれはあまりにも布の面積が。
水着なんてスポーツウェアじゃない。いやらしい目で見る方がおかしいのよ。こんな綺麗な砂浜なんだし、可愛い水着で楽しみたいじゃない。ぐっ、てわけでちょっと待っててね、着替えてくるわ。うん、いい感じ。みんな、お待たせ。お、いいね、いいね。そのまんまカバーガールになれるぜ。ふふん、どう？なかなか似合うでしょう。ねえ、ちょっとクロード、感想くらい言いなさいよ。ああ、そのちょっと眩しすぎて。もう景色じゃなくて私のことよ。まったく、気の利いた褒め言葉の一つくらい言ってくれてもいいじゃない。景色のことじゃないんだけどな。これは女性用の競泳水着かな。露出も少なく実に機能的なデザインだ。しかし私にはサイズが小さすぎるな。決定的に色気が足りねえ。俺はこんなもん水着と認めねえぞ。認めてもらわなくて結構だ。これは私が着る。え、いやほら、探せば他にあると思うぜ。もっと可愛くて色っぽいやつが。いいや、私はこれがいい。海は遊ぶところではない、泳ぐところだ。少し時間をくれ、着替えてくる。そんな。着心地抜群だ。どうだ、悪くはないだろ。すっごく可愛い。やっぱりカイはシンプルなのが似合うわね。こういう水着なら僕も安心して見ていられるな。なんだラズ、言いたいことがあるならはっきり言え。おお、あのだな、お前ってそのなんだ。マジでいい尻してんだな。このドスケベ男、どこを見ているんだ。なんだよ、褒めたんだろうがよ。やはり嫌な予感は当たっていたな。余計なものを拾ってしまった。おお、なんだなんだ。水着だよラズ、男性用だけどこれはちょっと使えないな。そう、夏っぽくてデザイン的には嫌いじゃないけど。いや、ダメだ、あまりにもチャラすぎる。泳ぎに来たのかナンパに来たのか、この手の水着の男は心底軽蔑する。かっこいい。は？めちゃくちゃかっこいいじゃねえか。俺が求めてたらこういう水着なんだよ。こういうね。お前それほど海でナンパがしたいわけか。ちげえって。ただせっかくの海だから目いっぱい楽しもうとだな。私は別に止めはしない。そのチャラい水着で心ゆくまで女性たちをナンパすればいい。だから俺はだな。もういい、着替えてくれ。やっぱり思った通りだ、完璧だぜ。どうだ、俺様の最強に生かした水着姿は惚れ直しただろうかい。
ねえのかよ感想は。チャラい。え？なんだって聞こえねえっての。近づくな。お前と仲間だと思われたくない。こっちに寄るんじゃない、ナンパ野郎。ちょ、おい待てよカイ、今ちょこっと顔赤くしたじゃねえかよ。なーによ、輸送拠点なんて大嘘じゃない。整備されたビーチ、裏手には立派な宿泊施設。あれだけの兵力を使って抑えていたルートがただの保養地への移動経路だったとはな。帝国軍専用ビーチね。まったく連中ののんきさには呆れるぜ。だけどこれで街道で交戦した部隊の士気の低さも納得できるよ。将校たちがビーチでバカンスするためのルートを守らされてたわけだもんね。俺らが泥にまみれて進軍してる間、帝国軍はこんないい場所でお楽しみか。やってらんねえよね。そう言うなよラズ。おかげで僕らもこの光景が見られたんだ。輸送拠点がないならここを叩いても仕方がない。そろそろ引き上げよう。えい、冷た。レイリー何を。こんな素敵なビーチに来て何もしないで帰るなんてありえないでしょ。ダメだよレイリー、追撃の部隊が来るかもしれない。硬いこと言ってんじゃねえよ。あら行くぞ。え、ちょっと待てラズ、引っ張るな。うわあ、海だ海。あらあら泳ぐぜ、遊ぶぜ。私たちも少しは楽しまなきゃね。そうだな、めったにない機会だ。遊んでいくか。ねえミネルヴァも。ふん、任務を忘れて遊びに興じるなど言語道断だ。それに名誉あるウィクトル家の娘が人前でそのように肌を晒すわけにはいかん。みんな水着なんだから気にしなくていいのに。ま、その気になったら来ればいい。海は逃げないからな。そうね、よし行くわよ。なんというナンパな連中だ。ミネルヴァは海が苦手なのかな。あ、来た、水撃隊だ。みんな海から上がれ、応戦するぞ。作戦を説明する。わかった。出撃だ、帝国軍を蹴散らしてやれ。敵部隊の進軍を阻止するぞ。 E 小隊出撃。よくも俺様のバカンスを邪魔しやがったな。着替えてる暇はない。カイとレイリーは下がってて。何言ってるの、このまま出撃するに決まってるでしょ。撃てるものなら撃ってこい。仕方がない、全員このまま迎撃する。
を開始する。駆動止め。当たるものか。仕留める。畳みかけるぞ。撃破です、ミネルヴァ隊長。なるほど、できるな。前進する。そこ、甘いな。いいぞ、その調子だ。ターゲット確認。前進あるのみ。任せな。よし、行こう。よし、行くわよ。攻撃に備えよ。敵が接近中。3回。一人で無理すんなよな。よし、行こう。分かった、ついていく。敵だ。敵が強い。任せときな。俺様一人でやってやる。俺を誰だ。隙だらけだぜ。よっしゃ、取ったぜ。やられるわけにはいかん。そこか。ケンド、続け。もらった。やられたか。撃つぞ、撃つぞ。私に任せて。行くぜ。俺を
を誰だと思ってやがれ。オラ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 、隙だらけだぜ。いいぞ、その調子だ。行動を開始する。よし、やられたか。生きて帰ろう、レイリする。私はもう迷わない。そこ、この程度か。やられたか。行こう。やられるわけにはいかない。よし、行くわよ。よし、行こう。後ろは任せな。狙われてます。そこだ。よし、よくやった。敵発見、やるぞ。
3回。一人で無理すんなよな。精鋭の皆さんが交戦中です。やってやる。俺を誰だと思ってやがれ。隙だらけだぜ。やられたか。私に任せて。敵発見。一網打尽よ。こんな。なるほど、できるな。乗ってきたわよ。生きて帰るんだから。思いっきり行くわよ。こんな。なるほど、できるな。オーダー、総員防御態勢。身の守りを固めるんだ。さあ、私について来い。私に続け。よし、行くわよ。私に続け。援護するよ。そこか。そこは射程内だ。剣道続け。連邦の士官としてやられるわけにはいかん。そこか。ここで待て。わかった。無茶しないでね。確実に加点する。これが私の実力だ。やられたか。僕ならやれる。撃ってきたぞ。敵発見。やるぞ。そうか、教えてくれる。逃がさない。味方がやられました。敵発見。行動を開始する。逃がさない。前進あるのみ。連邦の士官としてやられるわけにはいかん。できん。攻撃が来るぞ。もらった。敵が。前進あるのみ。そこは射程内だ。ちょっと、また敵が装備を落としたわよ。これは
水着なのか。にしてはあまりにも。なんという布面積の少なさだ。破裂すぎる。このような装備、誇り高き連邦兵には不相応だ。私が責任を持って処分する。どうだ、やりましたね。私に任せて。当たると痛いわよ。失敗は成功のもとよね。食らいなさい。よかった、これで少しは楽になる。敵発見、一網打尽よ。確認でき次第行動に移れ。行くぜ。ここは俺に任せな。よし、拠点を抑えたぜ。敵鋭なし、制圧完了だ。よっしゃ、もう邪魔は入らねえ。バカンス再開だ。思いっきり楽しむぜ。ラズ、制圧したとはいえここは帝国領内だ。速やかに撤退を。もう無粋なこと言わないで。束の間の夏休みだと思って楽しみましょう。いつでもどうぞ。約束忘れてないわよね。もちろん、負けた方は勝った方に宝物を一つ渡す。何がもらえるか今から楽しみだ。あ、ずるいわよ、待ちなさい。冗談だよレイリー。ちょっと待て。楽しそうだな、あの二人。そうだな。なあ、そろそろ俺たちも楽しもうぜ。何を言っているんだ、私は十分楽しいぞ。いや、でもよ、その尻を揉んだことは謝る。なんつうか、目の前にすげえいい尻があったから、つい。お前は反省すると鼻の下が伸びるのか。え、私も泳いでくる。初めての海だ、満喫しないとな。あ、ちょ、カイ、カイ様。あ、おい、誰か、誰か俺を助けてくれ。危うくミイラになるところだったぜ。これに懲りたら許可なく人の尻を触らないことだ。わかった、次からは許可を取る。しかしまさかカイ、お前が金槌だったとはね。俺が一緒なら泳ぎのイロハを手取り足取り教えてやったのにや。誰がお前みたいなスケベ男に教わるか。二人とも、喧嘩は後だ。そろそろ日が暮れる。急いで本体に戻らなきゃ。え？俺ほとんど泳いでねえぞ。また来ればいいじゃない。ああ、
海は逃げないからな。戦争が終わった来年の夏に必ずまたみんなで来よう。し、終戦まではお預けか。仕方ねえな。よし、引き上げだ。さあ、レイリー、僕たちも。待って。ん？さっきの約束、ほら、泳ぎの競争で勝った方が。負けた方から宝物をもらえるって約束？確かに僕が勝ったけど。約束は約束よ。宝物何がいい？初めての宝球で買ったペンダントか、手編みレースのハンカチか。どちらもいらないよ。宝物はもうもらったからね。ん？どういうこと？水着姿可愛かったよ。今日の日の記憶はしっかりと心に刻み込んだ。だからあなたってどうしてそういうことテレもせず。おい、クロード、何グズグズしてんだ。ああ、今行くよ。さあ、レディ。うん。あれ、そういやミネルヴァは？あら、言われてみれば姿が見えないけど。先に車両に戻っているんだろう。行こう。この気配、誰かいるのか？ミネルヴァ。どうしたの？うわ、どうした？あれは処分すると言っていた水着だな。うーむ、なんたるハレンチさ。大胆。え、いや、これはその。ごめん、ミネルヴァ、気づいてあげられなくて。は？君もみんなと海を楽しみたかったんだな。そうとも知らず、僕たちは。違う、私はただ。よし、みんなもう少しだけとどまろう。ミネルヴァと一緒にもう一泳ぎだ。ヒャッホー、そうこなくちゃ。待て、クロード、違うと言っているだろう。いいから。ひょっとして泳げないのか？なら仲間だ、一緒に練習しよう。こら、よせお前たち。